今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは不審な理由でこの世を去った芸能人でございます。芸能界で活躍していても同じ人間だから、突然の不幸が飛んでくることだってあるわよね。事故や病気のニュースはいつだって胸が苦しくなるよな。人が亡くなる原因は様々ですが、中には理由が明らかに不審なものなどもあるのです。では早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。要するに不審した芸能人を教えてくれるのよね。そもそもこれってどういう意味の言葉なのかしら。人が亡くなるうち、その原因や経緯、当時の状況などに不審及び不明な点があるものを指す言葉だぜ。読んで字のごとくってことね。一方で、事故や自らの手でこの世を去ったとされていても、事件や陰謀の可能性があるものをそのように定義することもあるんですよ。事件や陰謀か。芸能界は闇の深い業界だって聞くものね。何かしらの事件に巻き込まれている人もいるかもしれないわ。最初に紹介するのは、タレントで歌手の屋敷隆仁さんです。1970年代から活躍していたわよね。隆仁さんはかつて、日本一移動距離の長い芸能人と称されるほど多忙を極める芸能人でした。多い時は週に6本もラジオ番組に出演していたほどです。歌手でありながらトークがとても上手でファンも多かったんだぜ。そんな隆仁さんですが、2012年1月に食道がん治療のために芸能活動を休止することを発表しました。しかし完治することは叶わず、2014年1月3日に心不全で亡くなってしまいます。またお茶の間を賑わせてほしかったわ。でも、闘病中の出来事よね。どの辺が不審なのかしら。隆仁さんが亡くなったことを、隆仁さんの家族に知らせず、亡くなった直後に火葬をしたことや火葬場には5人しかいなかったことなどから、病気が原因ではないのでは？と一部の週刊誌が報じました。家族に伝わってないのは確かに変だぜ。他にも、原因は病気ではなく餅を喉に詰まらせ窒息したという情報もあります。実は隆仁さんは、亡くなる数ヶ月前に32歳年下の女性と再婚しており、この女性の仕業ではないかという噂も上がりました。保険金なりなんなりが目当てだった、と勘ぐる人はいるかもしれないわね。隆仁さんは生前に、みんながめでたい気持ちで迎えている正月に、自分の不幸で関係者やファンに悲しい思いをさせたくない、との意向を示していた、とも言われています。他には何か説はないの？隆仁さんの体が抗がん剤治療で弱っており、食道に食事が詰まってしまったことが原因だとする情報もありますね。屋敷隆仁さんがファンを持って、伏せてほしいと言っていた話こそが、本当のものであってほしいと思うけどな。次に紹介するのは、お笑い芸人だった桜塚やっくんです。スカート丈の長いセーラー服にしないを持った、スケバンを演じる芸はファンが多かったよな。女装のイメージが強い人も多いでしょうけど、子供の頃はジャニーズジュニアとして活動していたくらいのイケメンだったのよ。桜塚さんは声優に挑戦したり、上田広美の名義で俳優活動を行ったり、日本女装協会を立ち上げ自ら会長を務めるなど、お笑い以外にも様々な分野にチャレンジしていました。日本女装協会なんてものがあったのは知らなかったわ。ネタでも女装してたし、趣味だったのかしら？あのキャラクターはブレイク前に方向性に迷っていた時、エンタの神様への出演を狙って考えたものなんです。当時視聴率と影響力があり、新人が入れる枠があったのが同番組だけだったんですね。戦略的なものだったのか。同番組が女装をネタにしている芸人を探しているという噂があったため、極道の妻たちかスケバンデカかで迷った結果、ちょうどスケバンデカの新作が公開されると聞いて公社に決めたのです。私大好きだったのに、交通事故で亡くなっちゃったのよね。桜塚さんは2013年、山口県の中国自動車道で、中央分離帯に衝突する単独事故を起こしてしまいました。マネージャーが走行車線へ出て警察に通報していた最中にトラックに跳ねられてしまいます。マネージャーも跳ねられていたんだな。これを目撃した桜塚さんが急ぎ車の後方に向かったところ別の後続車に跳ねられ、その後病院に運ばれましたが心臓破裂が原因で数時間後に亡くなってしまいました。ずっと活動していて欲しかったわ。とても痛ましい事故で残念だと思うが、どの辺が不審なんだ？同年の事件に、資産家の夫婦がかつて顧客だった人物に逆恨みされてにかかるというものがあります。そして、この事件の被害者と加害者双方がどこかに大金を隠しているという噂が流れました。やっくんの事故が関係しているとは思えないのだけど、
桜塚さんは、亡くなった資産家の奥様が主催する、愛犬誕生日パーティーにゲストとして参加したことがあります。このことから夫妻が亡くなった時、桜塚やっくんの名前がちらっと上がったことがありました。要するに一度営業であっただけってことだろ？そんな人が隠された大金の場所を知っているわけなくないか？桜塚さんと資産家夫妻に個人的なつながりはなかったと言います。しかし、生地名前が上がってしまったばかりにアウトローの手にかかったのではないか？という噂が流れました。さすがに無理がない？ネット上では、ヤックンが乗ってた車が事故るのを見計らったのか？手間がかかりすぎるだろ。営業行っただけの人間を手にかける必要ねえだろ。など、これらの噂の不審な点を指摘する声が多くあります。普通に考えると根も葉もない噂、って感じだな。たまたま別の事件でも名前が上がっただけで、桜塚さんの事故は、あくまで不慮の事故と言っていいでしょう。ただ、ちょっとした疑惑が浮上したということですね。なるほど。不審な亡くなり方とは言っても、こういう根も葉もなさそうなパターンもあるのね。3人目となるのが、アイドルグループ、エノハガールズに所属していた、大本ほのかさんです。私は初めて聞く名前だから、どんな人なのか紹介してほしいぜ。大本さんは2001年10月23日に愛媛県で生まれました。2001年生まれ、若いわ。アイノハガールズは愛媛県の農業に光を照らしたい、という思いで2012年からデビューしたユニットで、日本の農業の魅力を発信するガールズユニットです。アイノハの愛は、愛媛の愛か。アイドルが農園で実際に土をいじり、農業に関心のない若い世代が興味を持つことや、ドロンコ普及でいじめ撲滅を目指す、としていました。売れてるアイドルって宣伝効果がすごいものね。確かにうまくいけば農業が盛んになる気がしてきたわ。しかし事件が起きます。大本さんは2018年3月、自宅で首をつって亡くなってしまいました。ということは当時16歳じゃないか。なんでそんなことになっちゃったの？大本さんが自らこの世を去った理由は、所属していた事務所、H プロジェクトの社長やスタッフのパワハラや過酷な労働環境にあったと、大本さんの遺族が訴えています。本当だったらひどい話だわ。事務所は学業よりもアイドルとしての活動を優先することを強要し、大本さんは実際に通っていた通信制の高校の単位を落とすなどして悩んでいました。学業と仕事を両立させることを許してくれなかったのね。また、日常的に事務所スタッフから高圧的な態度を取られたり、日曜日のイベントに出やすい環境を作るために、全日制の高校に編入するための費用を貸し出すのを保護にするなどしています。事務所がめちゃくちゃやったってことなのか？遺族は事務所のパワハラや過酷な労働環境で精神的に追い詰められたとし、損害賠償や逸失利益としておよそ9200万円を求める訴訟を起こしましたが、裁判では、人を決断した直接的な契機を明らかにすることは困難であると言わざるを得ない。とされ、大本さんが亡くなった責任が事務所側にあるとする遺族の請求を棄却しました。また、事務所は遺族に対して名誉を傷つけられたとして、3600万円の損害賠償を求める訴訟を起こしています。それはあまりにもひどすぎない？いえ、そうだと決まったわけでもありません。事務所が費用を貸し付ける約束をしたのは、大本さんがアイドル活動を続けるためのものです。それは理解できるぜ。しかし大本さんのお母様は、大本さんが契約満了したら、その後は辞めさせるつもりだと事務所に明言していたんだとか。確かに、それならお金は貸せません、となるのはしょうがない気もするわ。そもそもこのお金の貸し借りの話は、大本さんのお母様と事務所の間でした話ではありません。大本さん本人と事務所の間で浮上した話なのです。普通16歳の少女と事務所の間で、そんな話するか？そうですよね。高校生の少女が保護者を介すこともなく、事務所と借金の話をしていることが異常なことであり、ネット上には、母親も少しおかしいのでは？と大本さんは家庭環境が過酷だったのではないかと推察する声も上がっています。学校に通えないほど働き詰めで、家庭にも相談ができなかったということかしら？遺族が起こした訴訟によれば、大本さんは休みを取れず長時間労働させられた、となっていました。しかし、事務所側は高校に保管された記録を根拠に、休みを取らせなかったという事実はない。ほのかさんは高校の授業に出席が可能であった日も欠席していた。と主張しています。大本さんが命を絶つ直近3ヶ月の活動日数は、月10日未満でした。月10日もないなら、通信制の高校に行きながら活動するのは不可能ではないだろうな。どっちの言い分が正しいのかしら。これも一つの闇よね。
ただ一つ間違いないのは、亡くなった大本さんが本当に辛い思いをしていたということだけだわ。次に紹介するのは、俳優だった三浦春馬さんです。テレビドラマをはじめとしていろんなメディアで見かけた人気俳優だったんだぜ。ツイッターのフォロワー数は日本でもトップ5に入るほどの人気だったな。三浦さんは2020年7月18日、自宅で首を吊って亡くなっていました。見つけた人はびっくりしたでしょうね。その日、三浦さんは午後からドラマ、お金の切れ目が恋の始まりの撮影が入っており、マネージャーが自宅まで迎えに行ったのです。しかし、電話にも応答もなく、メールにも返事がありませんでした。その時はもうすでに。ってことだろう。管理会社が部屋の鍵を開けて入室したところ、すでに意識はなく、病院に搬送されましたがその後亡くなったことが確認されます。ドラマの撮影の真っ最中に亡くなったということ？突発的なものだったのかしら？所属事務所アミューズは、49日の際してのコメントで、警察による現場及び時間経過の検証の結果、事件性は確認されず、検視の結果から死因は自殺であるとの報告を受けました。と発表しました。自宅でってことなら、そうなるだろうな。じゃあ、どの辺が不審だって言うんだ？三浦さんの訃報が流れた直後は遺書があった、遺書のようなノートがあったなどと複数のメディアが伝えたのですが、後日アミューズが遺書は見つからなかったと正式に発表します。それって何か不自然？遺書がなかったのならなんですぐに自ら命を絶ったと断言できたのか？と疑問視する声があるほか、当初リーヒコードで首を吊ったとされていた情報が、すぐに消えてしまったことを不審に思う人もいました。リーヒコードって何？サーフボードとサーファーをつなげる紐のことだぜ。伸縮性があるから、確かに首を吊るのに適したものだとは言えないだろうな。ドラマの撮影中であったことから、三浦さんが亡くなったのは他の誰かの手によるものだと推察する声も多く、真相が開示されることを求める声が多数上がっています。デモを起こしたファンもいました。報道に疑問を持って行動を起こした人が多いということね。最後に紹介するのは、神田沙也加さんです。札幌市内の宿泊先で倒れているのが発見されて亡くなったのが、2021年の12月くらいだったぜ。神田さんは発見された時に靴も履いていなかったため、ホテルの22階にあるスイートルームの窓から転落したとされ、自らの意思で飛び降りたのではないかとも言われていました。確定ではないってこと？所属事務所は、転落の原因については、神田さんの名誉と周囲の影響を踏まえて公表を控えるとしているのです。確かに窓から落ちるなんてありえないだろうしな。なんでありえないの？ホテルの高層階だぜ。安全管理上窓は開けられるようになってないことが多いし、開いたとしても換気のため20センチくらい開けられるってのがせいぜいだ。人の頭なんて通らないぞ。転落の原因は公表されていないものの、原因そのものは転落による外傷性ショックであることは公表されているので、ネット上では多くの疑問や憶測が飛び交いました。それは無理のないことでしょうね。また、神田さんが亡くなったことが報道されたのは12月19日の午前1時のことだったのですが、その2時間前に彼女が亡くなったことをコメントする謎のツイッターアカウントの存在も確認されています。なんだそれ怖。神田さんが亡くなったことが確認されたのは、このツイートの1時間ほど前のことでした。不用意な医療関係者か、神田さんに事件性やトラブルがある可能性を知っていないとできないことです。この人は他にどんな投稿をしているの？すでに該当アカウントは削除されており、確認することができません。しかし、こうした複数の要素から、神田さんが何らかのトラブルに巻き込まれたと考える人は一定数いるのですよ。何か分かったとしても、公表されることはないのかもしれないと思うと、もどかしいぜ。これで本日の紹介は終わりです。いかがでしたか？人が亡くなるニュースって、聞くだけでげんなりしちゃうけど、こういう、噂を聞くのもそれなりにしんどいわ。しかし、こういうゴシップが大好きって人もたくさんいるよな。人の好奇心ってのは恐ろしいものだぜ。芸能人が急に亡くなると様々な噂が飛び交いますね。ああ、しかし、人の名誉はなくなったからといって怪我していいものではありません。それだけは忘れないようにしたいですね。本日も閉店させていただきます。ミルでした。